にちは。こんにちは。ゆりなです。ひとみです。いいですよ、いいですよ。ひとみさんなんで。イッチーです。確かに。ひとみですってなんか居酒屋ひとみですみたいな。いやそう、イッチーさんこと一ノ瀬ひとみさんにそうなんですお越しいただいております。皆様はじめまして、お邪魔いたします。あの元中京テレビにいて今はフリーアナウンサーしております一ノ瀬と申します。よろしくお願いします。テレタマでね、そうテレタマさんのお仕事で一回ご一緒させていただいて、 そこであのワインのお話とかたくさん社内でねそうしたんです、うん、なのでちょっと今回は一緒に飲みながらちょっと私のいいタイミングでお酒が来ましたけど来ました。早速乾杯しましょうか。チアーズお願いしてもいいですか。チアーズ、チアーズ。あ、ごめんなさい、もう行っちゃった。すごい発音いいけど一応留学してたんです。本当の発音で。いやいや、もうすいません。今ちょっと私の、はい、あの日本の発音に合わせてもらっていいですか。あ、わかりました。あのチアーズってお願いします。めっちゃ、じゃあ何ですかその振り。だからあの SN 英語の全然、めっちゃうまいですよ。チアーズお願いします。オッケー、かっこいいね。じゃあせーの、チアーズ。みんなにもせーの、チアーズ。あ、楽しすぎる。いいですね、はい、美味しいですね。こんなに可愛い子ちゃんと一緒にお酒飲めるなんてめっちゃ幸せって感じ。調子に溢れてし、本当楽しい。でも私本当にやっぱねフリーアナウンサーの大先輩としていろいろねちょっとお話ししたいんですよ。私、私に聞く人いないよあんまり。え、なんでですか。頼りないから。大丈夫ですか。大丈夫ですかって感じなんですけど、面白すぎるのは多分もうオープニング伝わってると思うんですけど。面白くじゃなくてうるさいの。いやいや、いいんです、気をつけます。もううるさい人大好きなんで私。本当ありがとう。大好き。認めてるじゃん、うるさいって認めてるんですけど、まあ、静かよりは、静かよりは、ね、そううるさい方がいいです。そうなの、優しいです。はい、飲みすぎちゃうかもしれないんですけど楽しいね。たくさんお話しましょう。すごい。でもさ、この前まで学生だったもんね。2年。いや、この前じゃん。なんかこれいい意味でね、うん、すっごくいい意味で、うん、そう感じさせないよね。見た目すごい可愛いのにさ、しっかりしてるじゃん、自分の意見とか。そういうの声がじゃない、ニャンニャンって感じじゃないじゃん。ニャンニャンって感じ、そう、ニャンニャンやってもいいのにね、やってもいいのに、それをしない感じの女性らしさの、うんうん、そのこの部分の真の美しさっていうのはあるから、それが私はあるから、え、2年ってびっくりしたの。本当ですか。うん、でも私本当にテレビ埼玉さんでお仕事をご一緒させていただいた時、うんうんうん、感動して、なんかただうるさいだけじゃないですか。わかります。回しも上手いし、もうなんかこう段取りがめっちゃ上手だ。まあ、え、待って、当たり前と言われればそうなのかもしれないんですけど、やってない、やってない、やってない、やってたんです。本当、やってたんね。やってくれたんだよ。違います、違います、うん、だからわ、すごい、待って、すごい合わせやすいというか、こう、あ、次何をしたらいいかを、あ、こうめっちゃ分かりました、イッチさんのおかげで。あ、でもそれはね、私が分かったの。そのテレタマの時って初対面で、なんか私も大丈夫かな、ちょっと 若すぎるんだけどこの子って年齢、うんうん、年齢だけでね、若すぎるんだけど大丈夫かなって思ったんだけど、それをいい意味で感じさせない、しっかりした感じと、あと1振ったら10来るって感じ。この子すごいって思ったから、だから多分私がなんていうの、喋りやすかったんだよね。え、本当ですか。すごい、そう、めっちゃ喋りやすかった。嬉しすぎるな。で、あの後に私一回その時のディレクターさんに会ったのね、うん、違う現場で、はいはいはい、そしたら私言ったの、いや、すごいやりやすかったです、あの子すごいいっぱいお話できますねって私言ったもん、そんでるから。ありがとうございます。そうっていうので、全然ありがとうございますじゃないんだけど、めっちゃ嬉しい。本当にそう思ったもん。立教、立教です。だ、あのだからね、あの、うん、あれですよ、あのなんだっけ、ミスですか。そうそう、コンテストの、そうそう、ミス立教。もう4年も前の話ですよ、すごいね、4年しかですよ。そこよ、このギャップね。うん、私だったら4年前とか超最近だからさ、何する、嫌いなものはないです。本当に本当にないです。嘘。じゃあ私この値段のセビーチェがいいな。え、食べたいです。食べよう。値段のセビーチェを、あとすいません、白ワインのグラスをください。はい、あ、え、私もやっぱりこっち同じやつ。ポルカーで、はい、私もあの全部2個ずつ頼んでもらっていいですか。わかった。じゃあ、はい、おしますね。はい、ありがとうございます。同じペースで飲みたい。飲み放題みたいに飲んじゃってる。いや、ちょ、これさ、すごい、喉乾いてて、すごいね、美味しいんです。え、私もです。セントフォースってすごい人数がいるので、うんうん、そうだよね。その中でこう、頑張っていかなきゃいけないってなると、めっちゃ多いよね。でもさ、これだけ、まあ、容姿はみんな可愛い、可愛い、綺麗じゃんね、うんうん、セントフォースの方々って、うん、でもさ、やっぱりリリーはさ、その中でもすごいキラキラしてるじゃん。これだけさ、英語も話せるじゃん、うん、で、ゴルフもやるじゃん、はい、で、お酒も結構詳しいし、はい、とか、なんかで、やる気があって、はいはい、元々の声質がめっちゃいいじゃんね、うん、っていうのは私すぐ思ったの。
テレタマで、テレタマの時に、そうだいいなと思って、どんな発声方法が練習してんだろうって思ったから、だからその点もクリアだし、だからもうさ、揃ってるじゃん、武器は。もう全然です、もう。武器は揃ってるから、はい、ありがとうございます。はい、あ、美味しそう。すごいけど。え、待って、最高すぎる。え、私やりますよ。大丈夫ですね。え、で、そう、だから何か言いたいかって、武器は全部持ってます。ってなると、もうさ、もうさ、好きなも、好きなところをさ、強くしていけば、好きなものを。あー、なるほど。フリーアナウンサーってさ、はい、難しいよね。難しいです。ね、なんか、やっぱりさ、何かがないとね、うん、何かが。でもやっぱあのそれだからこそあのみんないろんな方が局の経験を経てじゃないですか。あ、まあまあまあそういう人も多いいるけど別にね、それは別に関係ないと思うんだけど、いいよいいよ。いやでもやっぱ原稿読めるとかその回せるっていうのはすごいすごいですよ。いろんな場数踏まないとやっぱできないから。今26です。でしょ。いやもう全然。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そこはさ、うん、あの逆にもうまだ26歳だから、はい、完璧にやりすぎるのもなんか私はあんまりつまんないと思う。なんかそので26歳ならではの若々しさとか、うん、そのなんか失敗した時の、うん、えみたいな感じとか、あできません、うん、すいませんみたいな許されるじゃん。はいはいはい。29、30ぐらいまでは、うん、許されると思う。まだ、うんうん、許されると思う、うんうん、失敗、まあ、そうなのかな。どなんかすごいだからガチな話しちゃってますね今日。ちょっとなんかブルーミーでは珍しくですよ。あ、そうですか。そうなんです。私いつも一人で飲みながらなんかゲームとかやって負けで騒いだりとかして。ゲーム好きなの？ゲーム好きです。あ、いいなそれ。スプラトゥーンっていうゲームしかやらないんですけど。いい、ね、全然わかんないんだよね。本当ですか？あります。え、教えてください。おめでとうございます。ね、もういろんな人に会った方がいい。いろんな人に会って、うん、いろんな人生経験の失敗談と成功談を聞くこと、うん、あともし自分が好きだったら、うん、旅行とか、とか、 なんかそのやっぱり多分30代になって行く旅行と20代のうちに行く旅行の感覚って多分違うんだよね、うん、感動するポイントも違う、感動するポイントも違うから、今のうちにいろんなとこ行っていろんな人だった方がいい。勉強になるわ絶対。あ、じゃあ今日のこの飲み会最高じゃないですか。イエーイ。え、だってえ嬉しい。待って、超嬉しい。あとそういろんな人を見た方がいい。あと いろんな人っていうのは、うん、女性も男性も、なるほど、男性も深いな。両方会える時に会っておく。まあ女性もそうだけど男性とか特に騙されたりとかしたら、そうしないために、そうならないために、うん、なんかいっぱいの人に男性も女性も含めて会っておいて、うん、なんかなんとなくさ、この人ってなんかこういう人かもしれないっていうところからまず入るじゃん、ね、うん、でもそれで決めつけちゃ絶対ダメじゃん、うんうんうん、部分を、ね、見ないで全体見ないといけないから人間って、うん、全体見ると結構この人いい人じゃん、第一印象悪かったけどって人いない？めっちゃいます。 いるよね結構。っていうかあの第一印象悪い人ほど好きになります。それ本当にそうですよね。すごいなと。なんでだろうね。やっぱマイナスから入るからこうプラスになっていくんですかね。本当そう、今まで私もそうめっちゃ思います。っていうのってでもそれをなんか結構早めに分かるようになるかもしれない、うん、あのそのいっぱいのいっぱい合ってると、あ見ておくと、あそっかそっか、うん、あとなんだろう、20代のうちにやった歌そういうことってなんだろう。それこそ中京テレビで働いてた時は、うん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 、なんだろう、まあ、これぐらい2年目とか3年目とかの時って、うん、そのお仕事的にその原稿をめちゃくちゃ練習したとか何をしてました？うん、原稿はね練習しなきゃいけ、あ、なんていうの、あ、毎日さニュース読まなくちゃいけなかったから、嫌、うんうん、でもそのニュースの前に練習するんだよね。ああそっかそっか、そうそうそう。でそれよりもニュース読むのって多分すぐできると思うんだよね、読めばいいから、まあ、いや感情入れないから。そっか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 、感情入れちゃダメじゃんニュースって。そうですね、ただ単に読み方って読めばいいの、うんうん、平坦にまっすぐ、うんうん、感情入れずに、うんうん、漢字を間違いなく、はい、読むっていう、はいはいはい、それはできるからいいんだけど、うん、あの何だろう、言われたのが自分も一緒にこうやってカメラの前に芸人さんとかタレントさんと出てる時に、うんうん、自分が出演者なんじゃなくって一制作スタッフとしてカメラの前に立てって言われた。あそっか、アナウンサーでしょ。だからカンペで出される前に自分が何を出すかっていうのをまず考える。ディレクターさんが聞いてほしいこととか、はい、そのだから本当にもう裏方としてカメラの前に立ちなさいって言われたの。
でそ難しいと思ったけど、うん、確かにそれそういう人いたら楽だよね。そうですよね。だから自分が自分がイエーイじゃなくって、うんうん、裏回しみたいな、なんか唯一表に出る裏方みたいな感じですよね。あそう、それすごいいい表現。あそれあそれすごい、その言葉言われた、ね、その言葉言われた、ごめん、うんうん、これで使って、これを言いたかった、これを言いたかったっていうことぐらいかな。だからなんか難しかったのそれかな。いやだから下調べとかその人についていろいろ情報を自分で勉強しなきゃいけないとかありますもんね、うん、そう、あとその芸人さんとかタレントさんと一緒とかだけじゃなくって、うん、例えば一人で飲食店に食レポしに行くとするじゃんね、うん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 、そしたら例えばそこのお店がものすごいマグロを色、うん、いいところから仕入れてるとするじゃん、うんうんうん、でもそれはディレクターがわからない情報だかもしれないじゃん、はいはいはい、だからマグロのメニューがあったときに、すごいこのマグロ美味しそうですね、これってなんかすごいやつなんですか、どころなんですかって聞けるじゃん、分かってれば、はい、でもそのマグロがすごいところから取られたんですよっていうの分かんなかったらさ、あただのマグロだへーってなるじゃん。なりますね、うん、だから別にこれどこでも練習できるから、はいはいはい、今からでもそうですね、うんうん、そう、あすごいわ、やっぱすごい、っていうのを先輩から言われてた。それはできてるできてないできてない、私できてないかったけど、それを言われてた。やっぱそうやって、いや、 やっぱアナウンサーってそうですよね、なんか、はい、結構裏でのお仕事が本当に多いじゃないですか。おすごい多かったですよ、ね、私だってもともと中京テレビ入る前に、うん、新潟総合テレビっていう局にいたんだけど、うんうん、その時私自分でカメラ持って、えそう地方局っていうのアナウンサーってそうなの、キー局と準キーぐらいだよ、あの自分でカメラ持って撮影しないの、撮影 しに行って、うん、飲食店撮影しに行って、うん、まあ、事件現場とかも行って、うんうんうん、で帰ってきて原稿自分で書くの、原稿自分で書いて、で BGM を自分で選ぶの、でさらにスーパーってあるじゃん、スーパー、はいはいはい、文字あれ自分で書いて発注するの、はい、っていうの全部、だから私一人いたらなんかちっちゃいニュース1個できるんだよね。嫌でやめたの。あーありがとうございます。ちゃんとオチもちゃんとしてた。私できると思う。できませんよね、私ほらマネージャーさんもできないって。できないよ、私機械触れないんだから。あでも、もうアナウンサーだけの仕事ができる場所に行こうって思ったんですよ。うん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 、そういうこと。え、だから楽しそう、いいと思う。だったらすごい恵まれた環境にいますね。恵まれると思うよ。うん。多分局アナだったら、はい、スポーツ担当ですって言われたら、嫌いかもしれない、そのスポーツをとことん調べなきゃいけない。だからそういうことしなくていい。で、そのいろんな方向に伸ばせられるじゃん。そうですね。うん、うわ、なんかでも、なんか、向き不向きであるのにって思っちゃうけど なんかでもスポーツ担当って言われたらスポーツ担当になっちゃうんですか。なっちゃうの。難しい。あの何社会局員だから、そっか逆らえないもんね。そっか局員だから、そっか配属先とかね、嫌ですって言えないですよね皆さんも。だからそうで、別に私はそうそう、これちょっと脱線になるけど、なんかすごい思うのは、昔って結構入った会社が嫌でも、うん、頑張れ頑張れ、うん、やめるなやめるな、うんうんうん、負けるなみたいな感じの時代だったと思うけど、うんうんうん、今って私そんな頑張らなくていいと思うんだよね。嫌だったら嫌で、まあ、疲れたってなって、どうしようどうしようってなってるうちに心が疲れてきちゃって、うんうん、鬱になっちゃうの、うんうんうん、で折れちゃうから、だ一番ダメだから、確かにこの会社無理だわとか、この環境無理って思ったら、皆さんね、あの辞めた方がいいですよ。本当そう、それやめろやめろって言ってじゃないですよ。やめろやめろじゃなくて、うん、本当にちょっとダメだかもって思ったらやめちゃって、自分のことをいたわった方がいい、うん、心が健康でさえいれば何でもできるんで、うん、頑張ってる方々もきっと中に、ね、いらっしゃるじゃないですか。そうですよ、あの仕事イコール楽しいもんじゃないからっていうふうに考えてる方が多いと思う、うん、仕事イコール嫌なもんでしょ、はいはい、お給料のための我慢料じゃんって思ってる人も多いじゃんね。だからそういう人たちの考えも素晴らしいと思うんですよ、はいはい、よく頑張ってると思うしすごいと思うけど、うん、でもそこまで考えても考えても毎日考えても辛かったら早くやった方がいい。本当そう、そうなる前にみたいな、なんかすごい人生相談の話になっちゃったけど、めっちゃ勉強になりますよ。え、多分これ本当になんか見てる方も一緒にお酒とか飲みながらこの話聞いてたら、めっちゃもう心に染みすぎてやばい。飲もう一緒に。え、本当にチアーズ、完璧な発音の人がいるからチアーズしましょう。チアーズ。いや、めちゃくちゃ上手。マジで本当にちょっと嬉しい。え、やって、見て行くよ、うん、チアーズ。うんうん、いい、うまい、いい、チュース。めっちゃ上手。いいですか、何でもいい。どういう男性がタイプなんですか。私はね、昔はやっ、待って待ってるの、はいや、はいや、なんかそういう時ってとかあるじゃないですか、ね、で私はね、はいや。
ました今。もう待ってましたみたいな。いいですか？あ、お願いします。いいですか？はい。中身は純粋一途。あー、もう最高。見た目は筋肉質。以上。これだけです。わかりやすく言うとタレントさんでケイン小杉さん、あと坂口健二さん。はい。で一回ケイン小杉さんとねお仕事ご一緒したの。おお。本当にジェントルマンってか超優しくて本当に純粋。もっとわかりやすく言うと最近なら。愛の不時着ですね。あー、私はヒョンビンが一番好き。あー、ヒョンビン。でもなんで今ヒョンビンって言わなかったかっていうと、ショックすぎてまだ傷が癒えてないんだよね。結婚が、はい。ショックすぎました。でもいいの、その相手が本当のその、そうですね、本当の愛の不時着したから。そうそうそう、本当に不時着、本当にそう、本当にもう結ばれたらいいんですけど。でも結婚ちょっと前じゃないですか。だいぶ傷だいぶまだだからインスタで癒されてる。あ、もうヒョンビンがインスタで見てそうはーっていう感じ。面白すぎる、うん。あれこんな最後の質問でいいんですか？超楽しい。誰も興味ないと思うけど。だって私もう大好きです。大丈夫ですか？どういう男性のタイプが好きなんですかとか聞くの。じゃあ私のチャンネルの方でゆりりの男性の好きなタイプ聞いてもいいよね。これいいですよ。そうだね、今聞かない、もったいないから私のチャンネルの方に誘導したいんで。いやだってここでは聞きません。皆さんお楽しみに、私のチャンネルで。でもあれですよ、だってまだ2杯しか飲んでないから、なんかまだちょっとね、撮影してるみたいな感じ出してるんですよ、私も。でもいつもなんかその一人で飲んでる時とか、この前もなんか日高屋で一人で飲んでたんですよ。ウケる。はい、ウケるんですよ。すごいすごいウケるんですよ。ウケるよね。で、馴染んでました、めっちゃ。ほんと絶対浮いてるよ、はい、周りから見たら。ほんとですか。うん、飲んでたんですけど、なんか最初のなんか 2杯目ぐらいまでは割とこうなんか、まだちょっと自分でカメラも回してるしみたいな感覚だったんですけど、うんうん、最後の方なんかもうイエーイみたいなやって、めっちゃいいじゃん。で、締めの半ラーメンと半チャーハン食べて、あ、ちゃんとちゃんと偉い。吐きそうになるまで食べて、一人でなんかハイボールとかもめっちゃ飲んで、しかも昼のなんか3時とか、あ、それ最高ですね。最高でした。じゃあちょっと私のチャンネルの方で続きをお話しします。続きをね、あの、ね、もっと深い話を、もっといっぱい飲んでも。すごい嬉しい、いいとこ取りじゃん、私のチャンネル。ありがとうございます。皆さん遊びに来てください。イエーイ。いっちーさんのチャンネルも概要欄に貼っておりますので、ぜひ後半編もご覧ください。見てください、お願いします。まだまだ飲みますよ。最後に一回チューしようか。あ、チューしましょう。せーの、チューズ。